はい、皆さんこんにちは、竹虎四代目です。さてですね、今日皆さんにご覧いただきたいのはじゃん、巾着籠です。この籠の部分を袋底と言うんですが、この袋底でですね、これ四つ目のタイプなんですが、味のタイプがあるんです。それがこちらです。じゃん、これがね、味色の袋底なんですが、虎にしてはね、ちょっと色がね、薄い感じかなって感じなんですよ。虎にもですね、色づきのいい竹もあれば、色づきが良くない竹というのもあるんです。今回はね、たまたまその色づきの良くない竹で作ってしまったプロトタイプなので、これを皆さんに特別価格でお分けしたいなというふうに思ってるんですよ。これ普通のね、定番で売っている虎竹の同じ編み方の網代編みの虎竹の弁当箱です。虎の柄がついてるついてないで随分見栄えが違いますよね。ということで今回はですね、こちらのちょっと色づきの良くない虎竹の袋底、特別価格で皆さんにご紹介したいなと思っています。ご関心のある方は下の概要欄に詳しく掲載してますので、どうかご覧いただきたいなというふうに思ってますよ。ノーバンブーノーライ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。